最初にブラーノを見た印象ですけど、まあ、小さい軽いという印象でした、まあ、実際触ってみて押しボタンとダイヤルでスイッチが構成されていて直感的で操作しやすいなという印象でした。これはスイッチハウジングの製作においても重要なポイントで、ハウジングの外からでもスイッチがそのままの操作感で活かせるということはすごく良かったです。私たちは通常水中撮影を行っているんですけれども、まあ、自然相手の撮影ですから天候に左右されたり、まあ、被写体が思った通りにならないことが多く、まあ、それによって撮れ高が大きく左右されます。太陽光の届かない暗い場所で撮影してますし、寒さに耐えながら孤独にワンオペで撮影してます。ボンベの空気の残量を考えながら撮影してますから、長時間撮影することができません。水中カメラマンは限られた時間、限られた環境の中で撮影しています。その素材をつないでストーリーを紡ぐことが水中作品の難しさでもあります。今回は沖縄の西表島で撮影をしました。自然の光の少ない海の中でもベニスイズリの色再現力は期待通りの美しい映像が撮れていました。また電源入れてすぐ撮影できるという点も良かったです。生物はすぐに撮影できるんではなく、良いチャンスをじっと待って、まあ、ここだという一瞬を捉えることができるのは他のカメラと大きく違う点だと思いました。泡読みは字の通り泡を読む作品なんです。泡にはさまざまな表情があります。細かい泡、クラゲみたいな、お椀をひっくり返したような泡、水中生物を撮影するときそうなんですけど、泡は特に撮影するときに高度な撮影技術が必要です。今回ブラーノで泡を撮影してみて、繊細な泡や綺麗な鏡面を高性能なオートフォーカスで撮影できたと思います。私は長年ザトウクジラの撮影をライフワークで行っておりまして、今後はぜひこのブラーノでザトウクジラの撮影をしてみたいと思っています。手ぶれ防止が効いてオートフォーカスでないと撮れない作品をぜひこのブラーノで撮影していきたいと思っています。